皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日の雑学のコーナーです。今日の雑学は、あの、ノーベル賞を取った iPS 細胞ってありますよね。すごい細胞。なぜ愛だけ小文字なのかということなんですけれども、はい。私、iPS 細胞の名付け親、 山中慎也教授に聞いてきました。っていうような冗談で、はい。あの、ネットで探しました。はい。あの、山中慎也教授によると、え愛、ー、を、まあ、もともとついてたんですけども、それを小文字にしたのは、iPhone、iPad、などのように、 えー、世界に普及して欲しいと思ったから、小文字の愛をつけたそうです。<laughs> なんて安易な考え方でしょうか。<laughs> ね科学者ってね、ネーミング、科学者だからってス、スーパー科学者だからってネーミングセンスがいいってわけじゃないですからね。はい。まあ、まあ、別に悪くもないんでね。はい。別に、ツッコミどころじゃないんですけど、ただ、 そんな理由ですかみたいな。もうちょっとなんか科学的な意味あったんじゃないですかみたいな気持ちになっちゃいますよね、どうしようもね。はい。ということで、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。